今日日のゲームの世界は本当によくできていますよね。風光明媚、本物より綺麗じゃないのかと思えるようなグラフィックを有する作品もありますが、制作側から見てみればゲームの世界はハリボテです。セットです。質量もへったくれもありません。判定も何も入れなかったら地形は味気なくスルッと抜けてしまうもの。手から離してもプログラムがなければ落下さえしません。単なる CG ポリゴンが組み合わさったもの、質量のない無味乾燥としたものです。まあもちろんゲームしている時そんなことは思わないでしょう。それは映像だけではなく音、プログラム、パラメーター、その他さまざまな要素によって真実味を帯びているからです。本当はないものだけれども、それをあたかもそこにあるものと感じさせる、これが総合的に言えば表現なのだと思います。今回の話はカテゴリーとしてグラフィックの項目に入れましたが、あらゆる要素が該当すると思います。モニターの中であたかも息づく世界を表現すること、グラフィックデザイナーはこういったことに気を配りながら制作するのが良いと思います。例えばテーブルや、その上の小物を作るとき、単にテーブルと同じものを作っているとは思わず、その食感、光源下における見え方、量感、生活感を踏まえた配置なども含めてコントロールすることが必要です。同じ形という意味では、普通のテーブルもミニチュアのテーブルも同じものでしょう。だけどその表現や組み合わせでその世界が本当にあると感じるのかどうかが決まります。引いた視点で俯瞰してないものをあると感じさせるようにしましょう。で、見逃されやすいのは空気の流れですね。普段目に見えないですから。一応スマブラでは環境的に風を受けて揺れ物がたなびくことや、爆発の近くでわずかに風が生じるという小技を紹介しておきます。